はい、どうもこんにちは、サンタです。今日は寿司を食べる動画を撮ってみたいと思います。まあ、寿司をね、食べる動画は普通なんですけど、僕の場合ね、手に障害が残り握力がゼロなんです。で、ゼロなので、こうつまむのって無理かなと思ったら、まあそんなことはなくて、うまくね、この手を曲がった時にこのちょっと動く、ね、この指がちょっとピクって動く、この動作を使って、今回はお寿司を食べてみたいと思います。その様子をね、動画に収めるんで、よかったら見てください。それではレッツゴー。はい、というわけでね、始めていきたいんですけど、今日は休みの日でね、奥さんはなんかどっか出かけてるみたいで、僕はね、これを一人寂しく食べるというまあそんな感じになるんですけど、まずね、もう障害を負ってからこう握力ゼロになって寿司食べれんやんって最初に思いましたまあね、本当に寿司ってね、箸使っても美味しいけど、やっぱ手でつまんでね、食べるのが一番美味しいんじゃないかなって僕は思ってるんで、こうつまめないと思った時はね、本当にね、ちょっとショックでしたね。まあそれでね、こうなんとかこう練習っていうかな、なんかまあできないかなみたいな感じで、やってたらこういうことができたんで、まあこれを今回お見せしたいなっていう感じで撮ってるんですけど、まずやっていきましょうか。まあ今日はね、誰もいないんで、自分で一人で黙々とやっていきます。まあ開けるところから戦いなんで、ちょっとね、最初これやったことないって人は結構ね、開けるとこから大変だったりするんですが、まあ慣れるとね、何でもできますね。まあ、気をつけないといけないのが、これを床にぶちまけるっていうことですね。火曜特売、握り寿司。こういうね、醤油もついてるんで、まあね、歯でやってもいいんですが、今回はハサミを使います。いい感じ。これで全体、おぉ、やらせていきまーす。うまそう、ね。日本人はもうみんな寿司が好き。バラン、バラン。まあ、休みの日とかはね、奥さんいない時とかは、まあ、僕は一人で、こんな感じで食べたり、一人でうろうろどこか出かけて食べたりします。まあ、まずはね、この橋蔵くん。橋蔵くんの動画もあるんで、よかったら見てください。まあ、八蔵くんを使って食べるのも一つなんですけど、まあ、やっぱ手で食べたいのもありますが、まあ、とりあえず八蔵くんでいきます。八蔵くんを練習するときね、まず最近お寿司からやると結構やりやすいんじゃないかなと思います。お寿司で、このスーパーとかに売っている、ちょっとね、シャリが固めのやつとかやったら、崩れにくいから、多分、食べやすい、使いやすいと思うんで、八蔵くんをね、こういうので練習してみてください。よいしょ。まあ簡単な卵からいきましょうか。橋蔵くんはね、まあ、こんな感じである程度使えるようになりました。うまい。まあ今回橋蔵くんは置いといて、まあ、手で食べるということなんで、手で食べていきたいと思いますが、本当にね、僕は握力ゼロなんで、例えばこの橋蔵くんをね、よいしょーってつまむのはできなくて、うまくね、この手首を返したときに、手がね、キュッて締まる、この動作。テノデーシスアクションっていうんですけど、これを使ってね、お寿司を食べます。本当にね、つまむこと自体はできないんですけど、うまくこれ、この指がちょっと曲がったのを利用しています。さあ、何から行きましょうか。何から行くと思います？やっぱ、イカでしょ。はい、行きます。ちょっとね、横にやって、手首をこう起こすような感じにして、ちょっと指がね、開いたところをうまく、この隙間に入れて、詰まります。いきまーす。よいしょ。手がプルプルする。こんな感じで、持てます。そして、なるべく早く。もううまいですね。いや、お寿司はね、箸で食べるよりも、僕は手が、うまいですね。最初ね、スプーンとかフォークとかで食べてたけど、まあその次に橋蔵くん行って、橋蔵くんの次にこう手で食べるっていうね、するようになってから、お寿司が大好きになりました。次はマグロ。マグロ。よいしょ。うまい。この動作、
まあ、最初施設で教えてくれるとかね、そういうのはなく、僕と友達でね、寿司食べたいなっていう感じで、じゃあ行こうぜ、じゃあそのためには寿司つまめないといけないなって感じで、寿司のねエアトレーニングしてましたエア寿司やってましたね。こう行ったらいけるんちゃうかなとか、こう、みたいなそんなのをね、友達と施設でやってましたね。エア寿司やってました、エア寿司。ぜひね、お寿司を捨てて食べたことない人はね、このエア寿司で練習してから、寿司屋さん行って食べてみてください。じゃあ次は、ブリかな、これは。ブリ行きましょう。よいしょ。うまくね、この、キュッと締まるね、この、腕の、筋肉の反射を利用しましょう。やっぱお寿司って人を幸せにするね。うん、にゃーにゃー。橋蔵くんとか使って食べても全然美味しいんですけど、やっぱ僕は手で食べたいですね。橋蔵くんの方もね、ある程度慣れるとね、本当に使い勝手はいいですね。もしね、まだ橋蔵くんを使ってないとか、手で食べたことがないとかいう人はね、これ見てね、やってみてほしいなと思います。僕もね、最初は本当にね、苦戦しました。スプーンとかフォークで食べるのはどうしてもね、なんかね、味気ないですよね。僕はこの橋蔵くんはね、なんでこう使ったかっていうとね、吉野家の牛丼がね、食べたくて、やっぱ吉野家は、こう、箸でね、食べるのが一番やと思ってるんで、そこから橋蔵くん始めたんですが、まあ、今回橋蔵くんあんま関係ないな。さあ、続きいきましょう。次は、生ゲソかな。やっぱイカはうまいね、イカの種類は。生ゲソ。これね、最初に醤油かけて、ちょっとシャリがね、崩れてくる前に食べないと、ほんま危険なんで、早めに食べましょう。まあ、最初生ゲソ食べた人って、どういう気持ちで食べたんかな。ね、あんなこんな、こんなのしてるけどね。よう食べようと思ったね。イカのね、甲の部分とかやったら全然食べれるかなと思うけど、ゲソの部分食べようってね、すごい発想ですよね。こんなんなってるんですよ。エビ、北陸ではね、甘エビが、基本ですね。関西に住んでる時はエビって言ったら蒸しエビみたいだったんですけど、北陸ではね、このエビと言ったら甘エビなんで、なんかね、その環境の違いにびっくりしたっていうか、不思議でしたね。さあ、甘エビ。甘エビはね、尻尾がついてるんで、尻尾の方を外に出してやって、ブチュッとね、尻尾をうまく外してやります。昔、その施設にいた時に、友達と、はま寿司やったかな、行って、で、まあ、この食べる練習をね、した後に、そのはま寿司に行って、同じこの頚髄損傷で手が不自由なね、もの同士でね、行って、まあ、寿司は食べれるから、まあ、なんとかなるよねって感じだったけど、結果ね、レーンで流れてくるから、そのレーンのやつをつかめなくて、二人でね、あたふたしながら、結局ね、横にいた人に取ってもらって申し訳ないなっていう思い出があるんですけど、まあ、レーンをね、こうなんとか持ってこれたらもう一人で行けるんですけどね、あれなんとかならんかな。なんかレーンだったらいいんやけど、 T 字みたいな感じでこう来てこうみたいな、これね、ちょっとしたね、裏技なんですけど、恋人とかいるじゃないですか、恋人になる前とかね、そういう時はね、ちょっとこれつまむの難しいから、あーしてとか言ってね、やるのも一つの方法ですよ。まあ、そうやってね、仲を深めていくのも一つの方法なんじゃないかなって僕は思ってるんで、うまくね全部こう解除してもらうのって、やっぱね、と思ったりする時もあるかもしれないけど、まあ、できるけど、まあ、ちょっと手伝ってもらう、一周して手伝ってもらう、これはね、僕の中のこう一つの方法なんじゃないかなって思ってます。最初にね、食べさせてもらうばっかりやったら、もうね、自分でやっぱ自分のペースで食べたいってずっと思ってたけど、まあ、一周回ってこう自分でできるようになって、あえて食べさせてもらうのも悪くないなって思います
はい、ネギトロ。やっぱ軍艦ですね。軍艦はもうやっぱ食べやすいですね。しっかりと海苔に巻かれてるんで。やっぱ軍艦は安定してますね。チャチャラチャチャチャラチャチャチャラチャ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 ラチャチャチャラチャチャチャラチャ。最後イクラ、もうイクラ大好きなんで最後取っといたんですけど食べましょう。で最後はね、こっち側僕のね右足、あ右手か右手をね使って食べたいと思います。基本的に僕はこっち左手ですね。こっちの方を物を掴む手で、こっちは押す手って使い分けてるんで、基本的にはこっちで右手では、使わないんですけど、右手でも一応食べることができます。うまくねこの手の動き方を練習すると本当にいろんなことできるんで、知ってほしいなって思います。さあ右手よいしょ、おこんな感じで右手も、いけます。美味しかった。ごちそうさま。いただきます。言ってないですね。いただきます。ごちそうさま。はい。ということでね、全部食べ終わりました。まあ、こんな感じで、お寿司食べれます。まあ、最初はね、難しいかもしれないけど、いろいろこういう、足蔵くんとかね、手とかでも使ってね、うまく食べれるといいなって僕は思ってます。まあ、その中の選択肢としてね、いろいろ方法があったら、まあ、楽しく、こういうふうに、お寿司食べることもできるし、いろんなこともできるんでね、試してほしいなって思います。本当にね、こう、ちょっとした、こう、自分の体の気づきとかに気づいてあげるだけで、なんか、生活の質が上がったりとか、これできるだけで嬉しいなとか、美味しいなとか、本当に感じることっていっぱいあるんでね、ぜひそれを自分で気づいて、やっていけたらいいんじゃないかなって思います。はい、というわけでね、今回は、こう、手のね、手のデイシスアクションっていうのを使ってお寿司を食べようという、動画でした、参考になりましたでしょうか。まあ、本当にねできないと思ってたこともできることもいっぱいあるし、諦めないでほしいなって思います。またねなんかこうちょっとした、こういうことをね伝えれたらいいかなって思っていますので、よかったらいいねやチャンネル登録よろしくお願いします。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。みんなお寿司食べてね。私はイカとイクラが大好きでーす。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイー。いや、美味しかったね。もう本当にね、お寿司ってね、毎日食べたい。いや、毎日だったらちょっと飽きるか。寿司牛丼、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 寿司牛丼。